ブイカロシアンフックね。誰がわかんねん。あー、マットメイドにゃーん。やっぱなんかちょっと おかしいな挙動が怖い。挙動怖えな。6日あら、おい、なんとなんと。いや、特にないですよ、僕は高田さん宿舎脇でエンジン降りました。しょってその後は知りません。先にキッチンタンで最終もキッチンです。浮いてます。うん、真央くんってシャワーの後どこ行ったんだろうな。あ、多分下に行った気がする。うん、メインの方に。俺はすれ違ってないです。俺エンジンタン脇からメイン写真入れだけやってシャワー行ったんですけど、うんうん、その動線ではすれ違っておらず、鬼木とシャワー置くカンカンで、うん、俺今カゴ前にいるんだけれども、はい、わからない。ね、お前じゃ見てる、うん、僕シェリフです。で、真央くんをシャワーで見てます。シャワーにいた時に慎太郎武雄おまおじハイブリかな、うん、いたで真央くんもいて、で僕は慎太郎に白出せます。ほい、ハイブリ結構動いててタオルタスク入れた後、メインエンジン宿舎前ぐらいまで来てるけど、そこに一切死体とかもなし、死人もなし。タスクは何もしてない。そっからはボタンに行こうと思ってた。だいたい右にしたいってなさそうって感じでいいですかね。じゃあ両方ともエンジンの方に行ってて、あ、メインに来るがあるか。高田さんメインだから、メインはの場合ハイブリさんと会う、まあ、そうか、そうブリちゃんとすれ違うか。部屋までは全部見てないよ。どっちで考えます。一旦真央さんの方が死人あるのか。まあ死人がある方じゃない。真央君の方が結構ルートは限られてそう、うん、なると魚さんってどこ行きました。いや俺アーカイブなんだけど、鬼木ってさ最終って昇降機右じゃない。昇降機右、あだよねだよね。オッケーオッケーオッケー。だったら俺が遠いで貨物だけで鬼木と一緒に行動して、アーカイブの右の扉開けて停電が起こって、慎太郎と竹鬼木が左に行ったように見えていて、でアーカイブの本タスク入れしている状態で、下は扉は開いていたから一応容疑者ではあるんだけど、ちょっと待って、どういうおまおじを通り過ぎないと。そう俺がいるんでそこには。え、坂本さん今のタスクで全部ですか。ね、貨物、ラウンジ、トイレ、タスク、扉開け、ダウンロードと弁当で、アーカイブの本タスク入れ。ああ、ダウンロードやってるよね。うん、やってる。ソーダスメイン脇無限エレキです。ちなみに僕は昇降機右のダウンロードです。昇降機右のダウンロード。キッチンは上だけ開いてる。見てください。かった。これ、浮き位置多いから、お、で、いけそうやな。おい、うん、おい、おい、ナイス、直した。うん、早かった。吐き出す瞬間に治ったね。ごめん、ハイブリさんとボトダさんの最終位置どこなんだっけ。僕はエレキの5番ぐらいでした。エレキ5番。俺がね、エンジンの通路、宿舎前、手前ぐらい、下扉は開いてたから、はいはいはい、多分ボタン押してたガミさんが行ってるんやろうなって感じ。ボタンガミね、はい。真央さんの容疑者結構広そうだ。
高田さんって神さんかハイブリさんか僕ぐらいじゃないですか多分。素直に考えたら。まあ坂田さんもギリあるかなと思うけど、右で切ってる場合は。だって高田さんの話。だって神さんが宿舎で高田さんと巻いてるの見。あ、そういうことね。はいはいはい、え、でも、天使って別に。まあ、アーカイブまでは来ないだろうね。宿舎からエンジン置いて別にメインに来てる可能性もあるんでしょ。だからトータスとかも普通に容疑者やと思うし。ああ、全然容疑者やと思います僕。いやでもそのねルートで行ったら多分ハイブリさん会いますよ。いやだって俺停電終わってからよ走っていったん。あ、そう。あれ今のターンって停電終わってましたっけ、その死んだ、うん、死人が出たターンって。うん、終わってるよ。どんぐらい経って終わってどのぐらい経ってた？割とすぐ。割とすぐボタンした、ボタンは入りましたね。魚さんってどこまで行けたんでしたっけ？魚？魚はアーカイブだよ、ずっと。あれなんか昇降機右で竹雄さん見たみたいな。あ、違う違う、それは時系列を整理すると、ダウンロード終わりました、弁当終わりました、で左行ったら停電が起こる瞬間に慎太郎が下のぐるぐるの机のところのあたりで停電起こった瞬間引き返してたのね。あ、それは合ってる。で鬼木が左行って一緒に、うん、で扉が開いたから多分鬼木と慎太郎はこのターンに切ることだったら多分白照明取れるんだろうなっていう風な見方だからっていう感じ。だから鬼木の最終位置聞いてる、うん、魚さんのことは言ってることだけどね。で僕目線真央さんはね、まあこれ違ったらあれだけどメインに抜けたように見えてるから基本的に魚さん隠しろっぽいなとは思ってます。なるほどね。まあ万が一僕の見落として真央さんがラウンジ側に抜けた場合だけ魚さんは切れる。真央さんあれ新太郎くんで上行ったよねアーカイブの、うん、僕アーカイブ行って停電起こったんで引き返して証拠を見る停電直して最後そこに武雄さんがいたっていう感じ、ね、新太郎は魚さんのこと見てんだ。いやなんか誰か人影見えたなと思って、それが桜さんだったんなら納得って感じ。慎太郎だけはさ、高橋は白なの？いや見てない。そもそも高橋見てない。僕は会ってない。見てないんだ。無理じゃん。真央さんがラウンジ側には行ってないと思う僕は。あ、なら余計桜さん白そうだけど。ね、いやでもね、僕桜さん人外だと思うわ。マジで言ってる。うん、僕を見えるのがおかしい。慎太郎よりも左にいる僕。いやそもそも鬼木って俺と一緒にラウンジまで一緒にいるじゃん。危ねえ。もう地震だ。鬼気も死んだ。うわおう、あれこれは通報しちゃった。オワオワです。オワです。オワだ。マジ、あ、オワか。あら、どういうこと。じゃ一応ガミさんインポスターなんでガミさんに行きますよ。ハイブリさんがマットです。え、これまさか魚さんインポスター。いや俺違う、はい、俺コミサボ直してる今コミサボ直してる魚さん見てる。ん、いやーそうか、じゃあどっかにしたったんだろうな。うん、どこにしたったんだろう、渡っていった。
はい、ナイスナイス。そっか、ガンビスマットやんな。いや、おかしいと思ってんの。せやね、せやね。どこに死んでたんですかこれ、死体。結構見探してたんだけど、キッチンとコックピットですかね。あ、左下あたりか。左だ。ああ、よし、じゃあ行きますかね。はい、よいしょ。